プマート。どうも、テプマートチャンネルの川津です。今回はミニマグライトをより便利に使用するためのパーツ交換をしていきたいと思います。今回使用するのはミニマグライト 2WA セルウッドランドパターンです。マグライトは世界各国でベストセラーの耐久性、耐水性に優れた警察、軍隊、消防、各種セキュリティ機関などでも採用されているライトです。ミニマグライトはそのコンパクトサイズです。使用するパーツはナイトアイズの LED アップグレードコンボ 2WA ミニマグライト用です。この交換キットでできることは、既存の白熱球を LED に変更、これによる明るさの向上、点灯時間の延長、プッシュボタン式スイッチへの変更、これによってヘッドを回すことなくスイッチ一つで点灯することが可能になります。フォーカス調整は可能のままなので、取り付けたまま焦点を合わせることができます。このアップグレードキットの交換用部品は3つあります。1つ目はリフレクター、反射板です。光を反射して拡散します。2つ目はテールキャップ、プッシュボタン式スイッチのついた便利なキャップです。3つ目は LED バルブ、電球です。それでは取り付けていきましょう。電池は取り出しておきましょう。まずヘッド部分を取り外します。すると電球が出てきます。まっすぐ引っこ抜きましょう。抜いたら LED バルブ、新しい電球を差し込みます。これで OK。 次にヘッドの先端部分を外します。既存のリフレクター、反射板を取り外し、新しいリフレクターに取り替えます。これでヘッド部分は完成です。最後に電池を入れて新しいテールキャップで蓋をします。
これでスイッチを押せば、あれ？ヘッドを緩めたらつきました。明るくなりましたね。色も白くて見やすいです。スイッチを押すだけで簡単につきます。オンオフが片手でできるのでとても楽になりますね。フォーカスの機能はそのままなので、ヘッドを回しながら焦点を合わすことができます。いいですね。夜に使うとこんな感じ。そういえば、皆さんは知っていましたか？テールキャップに予備電球があること。既存のキャップにはストラップホールもついています。既存のままも捨てがたいですね。それではまた次の動画で。